はい、今日紹介するのはまたしてもこちらです。戦国ドライバー。今日はですね、今日のお相手はこちらです。はい、勝どきアームズのですね、食玩の方ですね、サウンドロックシートになりますが、これをしたらどうなるのかなと思ってですね、楽しみです。まあ、サウンドロックシートなので、会場してもですね、音が出ない。会場しても音が出ない。さあ、これをはめたらどうなるか。おう、さすがに音が出ません。はめただけでは。で、これもはめて、お、ロックオンは言えた。お、待機音流れてます。えい。勝どきアームズって言われるんでね。キリマン。これ外した時のですね、音を裏にボタンあるんですけど、それを押したやつとこの切った回数が一緒ですね。もうこんだけしかしてないですけどね、ベルトと連動してないっていうことが、サウンドロックシートとですね、戦国ドライバーが連動してないっていうことがよくわかりましたので、この辺でやめときます。ダメだな。やっぱりデラックスがだわいいね。ロックオフは言うんですよ。よっしゃ。ハンマーだ。ダーン。はい。今日はサウンドロックシード、勝どきをですね、はめてみましたが、やっぱりベルトと連動してませんでした。ではまた、デラックスロックシードでお会いしましょう。では。